鬼です。今さっきこれが届いたんですよ。これなんだかわかりますか、皆さん。前の動画見た人だったらわかりますよね。これはね、ユムシという釣り餌ですね。釣り餌として売られてる生物です。関係動物というグループに属する動物ですね。一応これも動物なんですよ。ミミズとかゴカイとかヒルに近い仲間ですね。ほら、なんとも言えない気味の悪い動きをしますね。不気味。この先っぽのちょっととんがってる部分、これなんか注ぎ口みたいになってますよね。これがユムシの口ですね。厳密にはこの奥にユムシの口があります。ここの奥の部分にユムシの口があるんですよ。ユムシは皮がでかくて頑丈なので小魚、雑魚に食べられにくいんですよね。だから大物釣りの餌として重宝されてます。私もユムシで化け物釣ってやろうと思って大量に購入しました。それでこんなにいるんですね。でも今開封したら一匹死んでました。これこの子がお亡くなりになってました。死んどるな、これ。これパンパイだって死んどうわ、これ。なんかここになんかめっちゃ詰まっとる。なんかこれやばくないですか。なんかここにパンパンに詰まってるんですよ。なんかが詰まってるんですよ。まあ、どうせ死んでるものなので、ちょっと何詰まってるか切って確かめてみようと思います。何が詰まってるんでしょうね。なんか赤黒くなってますね。ちょっともしかしたら切ったらえぐいかもね。見てください、パンパンですね。何が詰まっとんやろ。それじゃあこれは包丁じゃちょっとでかいな。ハサミかな、ハサミかな。切れるかな。切りづらそうやな。やっぱメスだな。やっぱこういう場合メスですね。メスで。さあどうなるか。ちょっとここら辺を切ってみようか。ここをピッと。いくよ。爆発せんかな。爆発すんなよ。おりゃ。うわっ、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 汁が出た。一気にしぼんだんやけど。うわぁ、なんだこれ、赤っぽい水だな。ほぼ赤っぽい水ですね。見てください。一気にしぼみましたよ。ユムシが。ほら。中に入ってた、詰まってた水だったんですね。で、この黒いのは何これ。これ内臓だな、多分。なんかの。内臓でしょ。あー。腸とかじゃないこれ。多分これね、この中に泥とか入ってるんですよ。ユムシは泥の中の有機物を摂取してますから、だから泥ごと食べてるんじゃないですかね。こんなに黒くドロドロしてるってことはね。泥ごと言ってんのかもしれませんね。一気にしぼみましたね。すごいね。ユムシの皮って、だってさっきさ、こんなんやって、こんなパンパンやったで。ね、パンパン、こんなん伸びた状態、プワーンって水が、水風船みたいに詰まっとったってことやよな。やばー。やばー。ついたら一瞬でこんなに縮んでしまいましたね。中に詰まってたものほとんど水だったようです。でもなんか赤黒い色がついてるんで、なんだろう、もしかしたら血かもな。大丈夫かな。ちょっと色を変えた方がいいかな。これ広告つかん可能性があるんやろな、あんまりえぐいと。まあでも大丈夫か。そんなね、言うて血かっていうほど真っ赤じゃないか。まあいっか。今ここがね、メスで切れ込みを入れたとこなんですけども、こっから内臓がはみ出しちゃってますね。本来は体内に収まってたんですけれども、はみ出しちゃってますね。この膨らんでるところの中にこの腸がこう浮かんでるような状態だったんでしょうね。中に浮遊してるような状態だったんでしょうね。それでこの腸が戻るよりも早く皮が縮んでしまったので、腸がはみ出た状態で出たまんまっていう、腸がユムシの体本体の中に縮むよりも早くユムシの皮が縮んでしまったので、腸がはみ出した状態になってしまったということですね。うわー、えぐ。この辺どうなったの、ちょっと切ってみようか。ストーン。うわー、あーすごい。なんか外側なんかコリコリしてますね。なんだろう、筋肉でも詰まっとんのかな。このようにユムシは自在に皮を動かせますので、その皮を自在に動かすための筋肉が発達してるんでしょうね、おそらく。この表面のコリコリはおそらくは筋肉だと思います。分厚いですね。こんなにコリコリして分厚かったらフグやベラもなかなか噛みちぎれないということですね。それ何回もアタックしてたら噛みちぎれるでしょうけれども、食べ尽くすのに時間がかかるということです。その間に化け物がやってきて、
小魚追い散らして、フグとかベラとか追い散らして、バクッと全部持っていってしまうということなんでしょうね。それで大物が釣れるんでしょうね。なるほど、よくできてる。切ってみると理由がわかりますね。あ、そして中にもほら、中になんか黒いものが詰まってますね。多分この蝶の続きですね。この部分も切ってみるか。うわぁ。あー、中から蝶が出てきた。うわぁ。なんかちくわみたいだな。なんかすごい伸び縮みするちくわ状の物体の中に水と内臓が詰まってる。それがユムシという生物なんですね。なるほど、なるほど。よくわかりました。いやー、残酷。これはせっかくなので、捨ててしまうのはもったいないので、エビちゃんにあげてみようと思います。食えるかな？ちょっと表面硬いかもしれんけども。もうこのね、内臓は取っちゃいましょう。どうせ食べ残すと思いますから。内臓除去した状態でね。あんま食べ残しが出ると水汚れるんで。この状態でちょっとエビちゃんにあげてみようかな。これは私のペット兼非常食のエビちゃんたちですね。スーパーの鮮魚コーナーで生きたまま売られてたのを、私が拾ってきて飼ってます。じゃあちょっとこのユムシの切れ端をこの子に与えてみようか。ほら、食べてみろ。一応ゴカイと同じ関係動物なんでユムシも食べるんじゃないですか。あ、食べとる。ほらほら、キャッチした。ほらほらほら、噛み切れるかどうかは知らんけど、ほらほらほら、食べとるわ。食べてます。なんだ、ちゃんと食べるじゃん。なるほどね。死んじゃったユムシは切り刻んでエビ水槽に入れときゃいいんですね。そしたらエビちゃんが食べてくれると、そういうわけでございますな。噛みちぎれるかどうか分かりませんけどね、ユムシ硬いんで。まあでも時間をかけたら食えるんじゃないでしょうか。こないだね、パワーイソメあげましたけど、パワーイソメよりは食えるんじゃない、パワーイソメよりは食べやすいんじゃないのかな。多分パワーイソメあげた時は本当食べにくそうにしててすぐ離しちゃったんですけれども、でもユムシは離しませんよね。これほら、尻尾震わせて、ほらほらほら、尻尾震わせて、これ喜んでますわ。尻尾を振らせてるってことはね、美味しくて喜んでるんですよ。知らんけども、私が適当こいてるだけですけどもね。ほら、食べてますわ。エビちゃん、おいちいでちょか。ユムシちゃんはおいちいでちょか。食べてますね。あれ、残りの切れ端も沈めときました。まあそれぞれ食べたい子が食べるでしょう。あ、ちょっと浮遊してますね。ほら、この部分は軽いのかな。ほら、浮いちゃってますね。ああ、沈んだ。中に空気が入ってたんですね。そういうことだな。さすがに内臓は捨てます。というわけで、パンパンに詰まったユムシを切り開いたら、中はほとんどが水でしたね。筋肉の輪っかの中に水と内臓が詰まったもの、それがユムシという生物です。よく覚えておいてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。